庶民経験がない政治家、俺ガチで危機感持った方がいいガチで危機感持った方がいいそれこそがお前がどうあがいても人気がない理由だと思う人気ないってこれまでに一度も働いたことなかったら勉強したことがなかったらスーパーで買い物すらしたことなかったら厳しいって明らかな事実だと思う俺には労働を向いてないから仕事できないから国民の税金で暮らす方が楽だから 俺は国会が好きだからやばいって何がやばいかっていうと政治家としして成熟しないんだよねその社会の中で働いてないと政治家として成熟するパーツに欠けるんだよねお前最後に働いたのいつ自分の権利のために戦ったのいつ社会で理不尽な目にあったのいつないでしょそういう経験弱いって絶対支持率悪いって働いたことがない政治家は差別を受けたことがない政治家は自分で働いた金をごっそり税金として持っていかれたことがない政治家弱いって人気ないって 支持率の高さがないんだもんお前最後に自分の金で新幹線のチケット買ったのいつよ一日十時元帰ってえっジョージメンズコーチ外人移民交じり無理ボソボソ喋ってんだよマジで全部労働したことがないからだよ明らかに一般社会で働いたことがないからよ自分のお金を払うような状況に置かれたことないからよだからすぐにああ自分は支持率が低いんだ、ええ、またボソボソ喋り始める文句を言うちょっとの市民の声に耐えられないいや世の中理不尽だって